社長でございます。今日は30分遅いですよ。なんでかというとですね、 Facebook のお友達がですね、今日は高橋稲荷神社の初馬大祭なんですよ。立春ですね。ですからですね、お参りに来られて当店に寄っていただきましたので、30分時間がずれてるって形です。まあですね、これを見ていらっしゃる方ですね、今日は本当西区に来てください。高橋、日本五大稲荷高橋稲荷神社さんでですね、初馬大祭、当店に車は止めていただいても結構でございます。まあ、歩いて10分ぐらい、まあ、10分かかんないぐらいですよ。まあだいたいここ見えてますからね、ちょっと見せましょうかね。ここのほら、このお山は高橋稲荷神社のお山なん、鎮守の森なんですよね。お山でございますですね。まあ、すぐ近所でございますけんですね。はい。全国の皆さん来てください。はい。まあ、でも冗談抜きですね、熊本県の皆様方ですね、今日初、まあ、天気もいい感じですからね。高橋稲荷神社、日本五大稲荷、高橋稲荷神社初馬、どうぞ来てください。お待ちしておりまーす。はい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 。さあ、今日はだいぶ暖かく、今日はあんま寒くないですよね。はい、2月の3日、今日は何曜日だっけね。今日は水曜日ぐらいかな。はい、水曜日夜の7時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はい。まあ本当ですね、皆さん、今日は初馬大祭でですね、餅まきはなくて、その代わり餅配りがあるそうでございます。ですから、密になったらいけませんけんですね。皆様ですね、お餅を渡されるそうでございます。縁起物でございます。開運、運気が上がりますので、皆様来てください。よろしくお願い申し上げます。